こんにちは。歴ショックです。今回は、五奉行の一人としても有名な秀吉の一門衆、浅野長政の生涯について紹介します。浅野長政は、五奉行ながら石田三成らとは違い、東軍についていますが、もともと長政は、豊臣秀長や秀次に並ぶ一門衆として、関東、奥州統治にあたるなど、豊臣政権内でも別格の地位にありました。三成ら奉行には指示を下す側でしたが、秀次事件に連座し勢力を落とし、三成らに並ぶ奉行として政権中枢に復帰したという事情があります。奉行衆と長政はもともと対立関係にあり、秀吉死後、その対立は本格化し、関ヶ原の戦いの原因にもなっていきました。今回は、五奉行の一人として過小評価を受けている豊臣政権の実力者、浅野長政の生涯について紹介します。数少ない一門衆として、秀吉に信頼され出世する。浅野長政の出自。浅野長政は1547年、尾張の武士、安井重次と浅野長明の娘との間に生まれました。庶名を弥平、ついで長吉と名乗っており、浅野長政と名乗ったのは晩年の短い期間だけです。長政の母方の叔父が、豊臣秀吉の正室となるねねの養父、浅野長勝にあたり、長政とねねはいとこの関係にあたります。さらに、長政は後継ぎのいなかった浅野長勝の婿養子となり、ねねとは形上は兄弟となり、その夫、秀吉とも義理の兄弟の関係となりました。秀吉は長政の10歳年上で、長政は織田家の弓衆を務めた浅野家当主、そして数少ない秀吉の親類衆として、若い頃から秀吉に仕え、各地を転戦します。秀吉が浅井氏滅亡後、近江長浜の領主となると、26歳の長政も120石を与えられ、中国攻めでは三木城の兵糧攻めのための包囲網構築などで活躍。1581年までには5600石を領するまでに出世し、橋場家中の中核として重きをなすようになります。その後も鳥取城、備中高松城攻めなど、大軍による兵糧攻め、水攻めの実施に携わり、長政は戦場での武勇伝こそあまり伝わっていないものの、戦ができない官僚専門というわけではなく、軍勢の指揮もできる文武両道の武将として、秀吉の信頼を得ていました。本能寺の変後、山崎の戦いを経て、秀吉が織田政権の主導者の地位を固め始めると、長政は叔父、杉原家継と共に京都奉行に就任します。賤ヶ岳の戦いで秀吉が柴田勝家を破った後には、2万石を与えられ近江瀬田城に入り、坂本城に入った杉原家継と共に京都の入り口を固めており、後に家継の後を受け坂本城主となり、秀吉の京都支配において重要な役割を果たしました。以降は、豊臣政権の中心人物として、検地など主に行政面での活動も増えた一方、1586年には、織田信雄が進めていた徳川家康の豊臣政権への臣従交渉にも参加します。長政は、秀吉の一族として徳川領へ赴き、家康が秀吉の妹、朝日を正室に迎え、政権への臣従を決定するのに大きな役割を果たしており、この時に家康との仲を深めたことは、後年、長政の身の振り方にも大きく影響してきます。長政は、1587年の九州征伐では、筑前の大名のまとめ役となった立花宗茂の上に立ち、宗茂と筑前衆を率いて、島津氏の本拠、薩摩への先手となります。同年に起きた肥後黒人一揆の鎮圧にも参加し、一揆型の地侍を調略し一揆を崩壊に導いたほか、豊臣政権による長崎直轄領化にも関わりました。こうした活躍が評価され、1587年9月には若狭小浜8万石の領主へと抜擢されています。1589年頃からは、未だ秀吉に従わず、足なしの合図に侵攻した伊達政宗に対し、前田利家と共に上洛を促すなど、九州に加え奥州にも関わりを持ち、豊臣政権の年寄り衆の実力者として、全国的に影響力を持つまでになっていました。この時期の長政は、豊臣秀長と千利休を中心とする豊臣政権の中枢の一員として、石田三成ら奉行衆とは別格の確固たる地位を築いており、小田原征伐以降、秀吉の信頼厚い一門衆としてさらなる活躍を見せていきます。
秀吉の名代を務め、豊臣政権の奥州支配を担当する。小田原征伐後の浅野長政。1590年、43歳になった長政は、小田原征伐にて、秀吉本軍から離れ、武蔵や房総半島の攻略を担当する別動隊の大将として、徳川家臣、本多忠勝や鳥居元忠らを含む2万余りの軍勢を率い、北条方諸城の攻略に当たります。豊臣軍には、小田原城を囲む秀吉本軍の他に、上杉氏、真田氏らを率い神津家から攻め入る前田利家の東山道軍と長政の軍勢が存在しており、豊臣秀長が病で出陣できない中、長政は一門衆を代表して、一手の大将を任されるほどの存在となっていました。浅野勢は、徳川家康の手により開城された玉縄城、江戸城などを伝い、下宇佐、上総方面へ進撃し、桜城、東金城などを次々と落とし、房総半島を席巻します。もっとも、長政は自ら戦うことなく、徳川軍を戦に当たらせ、徳川軍が落とした城に後から入り事務処理を行っていたと見られており、長政は徳川氏の上に立つ存在だったことがわかります。長政の事務処理はだいぶ綿密だったようで、秀吉は城攻めを急ぐようたびたび促し、北条氏国が守る八幡城攻撃を優先するよう秀吉から叱責されることもありました。秀吉の叱責を受け、長政は武蔵に転身し岩槻城を落とすも、籠城衆の撫で斬りを命じる秀吉の意向に反し除名を行い、秀吉の怒りを買いましたが、これは前田利家も同様で、二人は軍令違反を繰り返しながらも大将の座を変えられず、替えが利かない存在となっていました。長政は岩槻城攻略後、利家と合流し、八幡城を6月14日に落とし、その後は長政は忍城、利家は八王子城攻略に向かいます。利家は八王子城攻略後、6月末から7月上旬まで秀吉から謹慎を命じられますが、長政の取りなしで許されており、長政の力の大きさが伺えます。長政が八幡城を攻めている間に、石田三成が忍城の水攻めに取り掛かっていますが、三成はあくまでも現場監督で、戦に関しては長政に逐一指示を仰ぐ身で、八幡城落城後は忍城攻めは長政が主導し、戦後処理まで全て長政が行っています。この頃の長政と三成には明確な力の差があり、伊達氏と領地紛争を抱えていた相馬義胤のことを三成は秀吉に取り継ぐことができず、長政に秀吉への取りなしを頼むなど、紛争中の奥州諸将は、奉行衆ではなく長政や前田利家などしか取り継げませんでした。この間、長政は奥州からわずかな友を引き連れて小田原へ参陣した伊達政宗も秀吉に取り継いでいますが、長政は5月27日には甲府に入った政宗を6月5日まで待たせるなど、政宗が長政を頼りにする一方、長政には政宗のために動く気持ちはあまりありませんでした。これは、同じく伊達氏に関わっていた前田利家も同様で、長政、利家の二人は、八幡城攻めの最中、秀吉に呼び出され、初めて政宗に相対することとなりますが、わずか1日の滞在で政宗への牽制役を務めただけで、早々に八幡城攻めに戻っています。政宗は結果、徳川家康の取りなしで秀吉に拝謁が叶い、長政を頼りにしていた政宗の期待は大きく裏切られることとなりますが、長政としては政宗に親身になる義務はなく、最低限の仕事をこなしただけで、両者の溝は深まっていきます。小田原征伐後に行われた奥州仕置きは、長政が責任者として、三成ら奉行衆に指示を下す形で行われ、長政は九州征伐時の豊臣秀長同様、秀吉の名代を務める一門衆としての役目を果たしていました。長政は、会津の領主となった蒲生氏郷や伊達政宗、さらには関東の徳川家康の上に立ち、自ら奥州に駐留し、葛西大崎一揆、九戸正実の乱などの鎮圧にあたり、豊臣政権の奥州支配で中心的な役割を果たしていきます。朝鮮出兵が始まると、長政は総奉行として、黒田官兵衛を縄張り奉行に、九州の諸大名を動員し肥前名古屋城築城にあたりました。長政は、当初は名古屋城に詰めていましたが、島津支配下が肥後で都会反対の梅北一揆を起こすと、息子義長と共に鎮圧に出向き、その後義長は都会、長政は一揆の後始末に当たっています。
やがて長政は日本軍が開戦翌年の1592年2月に平壌を明軍に奪われ、劣勢に陥る中、体制立て直しの一環として黒田官兵衛と共に渡海します。長政は半島南端に滞在していましたが、同時期には浅野勢の支援を申し出て渡海した伊達政宗と兵糧配分や作戦をめぐって、ここでも対立を抱えてしまいました。やがて長政は帰国すると、1593年11月には息子と共に甲斐22万石に大幅加増されます。この違法は単なる加増ではなく、伊達政宗、南部信長、宇都宮国綱、那須助春、成田氏長ら下野から陸奥に至る大名を与力とするもので、長政が東山道地域を管理するという豊臣政権にとって画期的な体制変化となりました。ここに長政は絶頂期を迎えることとなりますが、ほどなくして政権内の争いに巻き込まれ、次第にその運命は暗転していきます。豊臣政権の東国支配の要となるも、秀次事件から転落が始まる。晩年の浅野長政、北関東、欧州は下野の宇都宮市など多くが従来から佐竹氏の影響下にあり、他にも伊達氏、最上氏ら有力大名が周辺大名に影響力を持つ中、蒲生氏郷や徳川家康も影響力を及ぼすなど、旧来の秩序が残され、豊臣政権の管理が浸透しているとは言い難い状況にありました。長政は、宇都宮氏、那須氏を佐竹氏から引き剥がし、佐竹氏を通じて影響力を持っていた石田三成ら奉行衆、徳川家康ら大大名の影響力も排し、蒲生氏郷と共に北関東、欧州を一手に担う形になります。長政は豊臣秀次と共に、1591年に亡くなった豊臣秀長の流れを組む一門衆に位置づけられ、一門衆が東海から欧州までを管轄し、徳川家康を抑える体制となりました。この長政の権力拡大と並行して、家康や毛利輝元といった大大名は政権中枢に関われなくなり、西国を中心に石田三成ら奉行衆、東国中心に秀次、長政ら一門衆という支配構図ができ、豊臣政権の支配力は格段に上がります。さらに1595年2月に欧州の半分を統治する蒲生氏郷が亡くなると、長政は自身の与力や家康さえも使い、蒲生領内の城郭整理など仕置きを行っています。蒲生氏は一時は改易さえ検討されており、家康らの蒲生氏擁護により、長政の直接統治こそ達成できなかったものの、蒲生領を含む陸奥から関東に至るラインを長政が掌握し、一門衆による東国集権化が完成する結果となりました。しかし、氏郷の死の2ヶ月後の4月に、豊臣秀長の養子で秀次の弟にあたる秀康が急死したのを皮切りに、長政、秀次ら一門衆は図られたかのように転落していきます。6月末には秀次が謀反の嫌疑をかけられ、長政、吉永親子も秀次に同心するとした起請文をでっち上げられてしまい、吉永は能登に入る、長政も謹慎に追い込まれます。吉永は三成らにより死罪まで画策されますが、徳川家康や前田利家が除名に動き、起請文は偽書だとされ、長政、吉永親子はほどなくして復帰を果たしました。ただし秀次は自害に追い込まれ、小早川秀明も丹波亀山にあった領地を没収され、一門衆の勢力はほぼ壊滅。石田三成ら奉行衆が力を増すとともに、家康ら政権中枢から外されていた大大名衆が再び政権に参画するようになります。秀次事件では伊達政宗も嫌疑をかけられていますが、家康の取りなしにより助かり、政宗は勢力を落とした長政を切り捨てるかのように、1596年に長政に対し絶縁状を送りつけるなど、長政による欧州支配体制は崩壊していきました。もっとも、一連の秀次事件では、三成ら奉行衆も家康や毛利輝元、小早川隆景らの復権によりその権力を一部制限され、後の五大老成立につながっており、必ずしも奉行衆の陰謀とは言えませんが、豊臣政権の中心だった一門衆が力を失ったことだけは明らかです。この後も長政は、宇都宮氏など一部の大名を引き続き与力として持っていましたが、三男の浅野長重の宇都宮国綱への養子入りが頓挫し、長政の策略かは不明ながら、宇都宮氏が1597年に突如改易される事件も起きます。
この時、隣国の佐竹氏も宇都宮市に連座仕掛け、取り次ぎの石田三成から、浅野長政に気づかれないよう早急に上洛するよう勧められ、宇都宮国綱も、三成ら奉行衆の後援で復帰のために朝鮮出兵に従軍するなど、長政と奉行衆の対立は続いていました。奉行衆との対立はありながらも、同時期には三成、増田長盛らの朝鮮都会計画もあったことから、長政は奉行衆の穴埋めとして、秀次事件以降離れていた政権中枢に復帰し、三成ら四奉行と合わせ、長政を筆頭とする五奉行と呼ばれるようになります。長政は三成と共に、越前に移封された小早川秀明の筑前の領地の管理にあたり、秀吉死後は三成と九州に出向き、日本軍の撤退作業にあたるなど、かつての東国支配の要とはほど遠い、奉行の一員としての地位に甘んじていました。当然、三成ら四奉行も長政のことはよく思っておらず、秀吉の死の10日後には、四奉行と毛利輝元が密かに起請文を交わし、五大老、五奉行の後継体制の主導権を握り、長政が家康などと結びつかないよう動くなど、長政は五奉行の中でものけ者にされます。もっとも、五奉行として家康の子孫を糾弾するなど活動はしていましたが、前田利家死後、家康暗殺計画が大野晴長、土方勝久らによって起こされると、長政はこれに連座してしまいます。長政が暗殺計画にどれだけ関わっていたか、本気で家康を殺害する予定だったのかは定かではありませんが、結果、家督を義長に譲り、徳川領の武蔵府中に謹慎することとなり、政治の表舞台からは姿を消すこととなりました。長政は家康との仲は良好だったようで、その後の関ヶ原の戦いでは、息子の浅野長重を江戸に人質に出し、自身も江戸城留守を務め、浅野義長も当分の主力として活躍。戦後義長は、紀州和歌山37万石に加増されます。その後も長政は、義長とは別に、豊臣家とは縁を切ったかのように家康に近似し、1606年には、独自に日立真壁5万石が与えられました。長政が家康に仕える一方、義長は1611年に家康が豊臣秀頼と二条城で会見した際は、加藤清正と共に秀頼の護衛を務めるなど、豊臣、徳川の間に立っています。長政はこの会見の直後、豊臣家の行く末を見ることなく64歳で亡くなり、日立の五万石の領地は三男の長重が継承しました。長重のひ孫は忠臣蔵で有名な浅野匠守長典で、長典が吉良上野介義久を江戸城内で殺害し改易となったため、長政の領地を継いだ浅野家は大名としては滅亡しています。浅野義長も1613年に亡くなり、浅野家は弟の浅野長明が継承。浅野家は大阪の陣では、豊臣一族ゆえに寝返りの噂が立てられながらも、徳川方として奮戦します。長明は、家康の実の娘、振姫を正室に迎え、徳川家との結びつきを強化。1619年には福島正則改易後、広島42万石へ加増され、西国の有力大名として明治時代を迎えることとなりました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。